今回の旅は徳島県2番札所極楽寺を出て3番札所金泉寺まで約 2.6 キロ30分ほどの道のりから始まる。うわ、あった、 1.6 キロ。お、ここか、もしかして。え、金泉寺。え、これここ、ここ大丈夫かな。うわ、なんか危ないし、これ。本当に。あれ、なんか違うとこから来ちゃったのかな、これ。時折、歩き遍路の道は、お寺への近道となる裏道を通ることもある。第3番。金泉寺。3番札所、貴公山金泉寺。本尊は釈迦如来。3回目の参拝、手順を間違えないように慎重に進める。もう鳴らしていいんだよな。よし、よしよしよし、よし、じゃあ行こう。こうか。あ、どっちが前だ。1回、2回、じゃあ行こう。で、できてここに刺して。よし、いいか。はい。で、ひっくり。ナウマクサンマンダーボダナンバク、ナウマクサンマンダーボダナンバク。あ、友達5人か。友達5人。はい。金泉寺の大師堂は道内での参拝が可能。弘法大師像を間近にお勤めすることができる。弘法大師に捧げる言葉は光明真言。すべての災いを取り除くとされるサンスクリット語が起源の経文。ジンバラハラバリダヤオンアボギャーベイロシャナウマカーボーダーラマニハンドマジンバラハラバリダヤ。失礼します。こんにちは。ご利益があるように。はい、ねえ、すごいな。はい、どうぞ。 ありがとうございます。次が大日寺。大日寺です。わかりました。これどれぐらいありますそこまで。1時間半ぐらい歩いて。歩いて1時間半、はい、1時間半ぐらい。疲れた。まだ3箇所結構疲れたな、これ。記念に。